大石神社は、大石者とも言われ、神奈川県横浜市緑区に鎮座する神社で、王子神社と共に、長津田の鎮守。ご神体の大石が六河川の一人の有原の成平であるという伝説が残っている。大石神社は、長津田塾の西方、旧大船道に面する小高い丘の上に鎮座している。この丘は、神社の中から、大石山と呼ばれ、あざなむ同じく、大石山である。 王子神社と共に長津田の鎮守者であり、境内に通じる坂の途中に長津田上宿城野党が残されている。身体は無名の自然石で大石に固定されている。大石を除いた高さは135センチメートル、幅は一番、広いところで110センチメートル程度の楕円形を停止、石室は安山岩である。この石については、 有原の成平が女性と共に東国に下校した際に二人とも死して石に返じた者とも打ってに追われてこの地に逃げ延びてきた武士がひ攻めに会い、亡きが石に化したものとも伝わる。村人はこの石を相模方面に運ぼうと試みたが果たせず、武蔵の方に運ぼうとしたらようやく動かすことができた。そこで今の場所に祠を立てて祀ることにしたが、 数年のうちに石は大きくなって、祠を破壊した。そこでさらに大きな祠を作ったものの、また石は大きく育って、祠を壊した。それが何回も繰り返されたため、大きな社を増流して祀ることになったと伝わる。別の説では、もともとこの石は、瀬谷村と長津田村の境界にあって、二つの村が石をめぐって、所有権を争っていた。 やがて真意に従うこととなって、石は長津田村の所有となった。この石の旧地は、現在の環状4号線と国道16号が交差する地点であったという。新編武蔵国風土機構では創建時期についての記載はなく、交差上の名の旧場にあり、このシャールをもって、ジオモ大石山とこり、当社は有原の成平阿蘇を祀れる成人とと記している。 1694年に、長津田村の領主である、岡野某久氏と岡野成明によって社殿が修復された記録が残る。その後1752年に社殿を新築している。1923年5月に新名社と稲荷社を合資したが、その後稲荷は旧地の金賀津田に戻したという。同年9月、関東大震災の被害にあって奥殿が崩れ。 身体の自然石も倒れた。そのため区内省の援助による暫定的な建築を経て、1957年に本格的な造営を行った。この時奥殿をコンクリートの蔵造りに改築し、1960年に廃殿を草吹きから途端吹きに改築している。神社の法散会による記録によると、1946年8月1日、 宗教法人令により、神社本庁所属の宗教法人を設立、宗教団体として届けで今日に至る。現在の神社の維持管理は、法人役員、新官及び宇治子代表2名、それに協力団体法参会がこれに当たっているという。大石神社とその境内は、大石観王として、長津田重慶の一つに選定されている。なお、神社の別党は、 不動院という寺院であったが、明治の初めに廃寺となった。不動院は3号を、大石山と言い,い、下、長津高田町の外れにあったと伝わる。同寺院の作った胸札2枚が、神社の奥殿に収められている。その胸札が、先に述べた1694年と1752年の、ものである。大石神社参道脇には、天保14年。 秋葉工衆によって混流された灯籠がある。灯籠正面に秋葉さんの文字を刻み、基礎部分、中体側面には彫刻が施され、火袋部分には天狗の羽根線の透かしがある。下宿城野党とともに横浜市の地域史跡に登録されている。大石神社境内のもみ2本、白樫子5本の計7本の樹木が横浜市名木古木に指定されている。 中でも2本の揉みは樹高約30メートル、樹齢340年とされている。主な行事は以下の通り。ありがとうございます。